復帰戦を行うウジェイクリー選手にプロレステーマ協会の巨匠鈴木治先生が花を添えます。ただいまよりジェイクリーの入場に鈴木治先生が作曲そして演奏しておりますジェイクリーのテーマ曲体感の定義を生演奏を行います。皆様どうぞご堪能ください。それではギターミスター鈴木治カモン。あの男が帰ってくる。全日本プロレス50周年、その年を背負うはずだった男、本来であれば今日このリングのメインイベントに立っていてもおかしくなかった男、昨年末本田隆輝との戦いの中で鼻と目を骨折、視力を失うほどの危機で先月までは絶対安静の期間だったとのこと。三冠のベルトも返上し復帰の先行きも不透明な中、驚異的な回復力と精神力でジェイクが戦線に戻ってきます。トータルエクリプスのメンバーが続々と入場です。今先にリングインコーナーでジェイクを待ちます。さあその姿が見えました。ジェイク・リー2022年初陣、初めてリング上での戦いを行います。ジェイクは語りました。今日見せるのは俺が大丈夫だということ、また俺がベルトを巻いて50周年を背負えることを証明する。ファンの期待を背負い、団体の期待を背負い、他のレスラーに追いかけられる背中を見せるためにも己の力を再び見せ、戦いの場で証明していくのみ。ジェイク・リー、このリングで、全日本の中心で再び這い上がっていくことはできるか。俺はヒールでもベビーでもない、勝った者が正義、そのスタイルでこの50周年に花を添える存在。トータルエクリプス240パウンドジェイク・リー、復帰戦を戦います。ジェイク・リー180パウンド児玉祐介、そして児玉もサポートします。トータルエクリプス275パウンド熊嵐、用心棒熊嵐です。250パウンド土井浩二、人殺しラリアットでなぎ倒します。土井浩二ザ・ジャパニーズ・バズソーリー、そしてこのトータルエクリプスの参謀田尻です。さあそして不気味な音が大田区体育館に響きます。ジェイクが帰ってきた。そしてこの男たちも帰ってくる。
場内の注目が一気に赤コーナー入場ゲートに注がれる。悪魔教の殺戮集団、プロレス界にヒールユニットとしてその名を刻み続けてきたブードゥーマーダーズ。ああもうここは全日本のそのマークの上にブードゥーのマークを刻んでいく。50周年のそのマークに対してまた好き放題やってしまうのか。今王道マットにその姿はありませんが、今宵はかつてのメンバーたちの死に宿る悪魔の心がうずいてしまったようです。さあ見えた、さあ見えた、専務もこの姿になってしまった。ブードゥーマーダーズ今ここに集います。先頭を歳三、その後ろに近藤修二、続いて河野、そして諏訪間、そして総帥タル、身長体重正体不明歳三。さあ歳三このリングに久々に登場です。河野もまたこの悪に身を染めて、ブルーマーダーズ235ポンド近藤修二。さあ悪のキングコング近藤修二、ブルーマーダーズ270ポンド諏訪間。諏訪間さあ髪を赤く染めてきた。220ポンドタル、うわー、タルが仕掛けていった。ブルーマーダーズ大荒れの試合展開となっていきそうです。ブードゥーマーダーズ対トータルエクリプス。